フルサスタイル編集長の星野です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回から始まりました編集長のスタイルクリニック。このコーナーではファッション初心者の方のために僕がですね、分かりやすくファッションのかっこよくなる方法をお伝えしていきたいと思います。ということで第1回目をまずはお届けするんですが、そのために選んだアイテムはデニムです。デニムといっても、いろんなものが様々あるんですけれど、その中でも男の基本となるデニム、男性はこれを持っていると絶対かっこよくなるんじゃないかというアイテムを今回は選びましたので、その着こなしをお届けしていきたいと思います。ということでまずは第1回目ご覧ください。ということで今回は、デニムの着こなしについて、お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デニム、はい、大人のかっこいいデニムの着こなし方、はい、ポイントを教えてください。そうですね、今日選んだデニムはズバリブラックデニムなんですけど、ブルーのデニムとか白いデニムとかデニムの中でもいっぱいいろいろあると思うんですね。ただやっぱり色を使うとどうしても他のところに影響してきてしまう。でブルーのデニムってやっぱりちょっと土臭いアメリカっぽいイメージがあるので、こういう東京のシーン、都会の中のシーンだったらやっぱりブラックデニムが似合うと思うんですね。なので今日はブラックデニムで少し色落ちした感じを、今回は持ってきました。ちょっとだけね、味があったりするんですけど、基本はこの人間の体型、足のラインですねにぴったりと沿うようなものを今回はチョイスしています。色落ちもね、いっぱいいろいろあるんですね。すごく、フェードしたもう浅くなった色落ちとか、例えばこういうところに出てるようなちょっとこうクラッシュしているようなものもたくさんあるんですけど、こと大人に限って言うとある程度少し制御した方がいいと思うんですね。なので味が出てたとしても本当にこのぐらい、あとは例えばちょっとスリットって言ってちょっと切れてるものもあるんですけど、切れるんだったらちょっと1箇所とか2箇所ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますね。でこれ早速このノア君にも履いてもらってると思うんですけど、大人のデニム選びでポイントなのはほんのちょっとストレッチが効いてることなんですよ。実際にどうですか、履いてみて。いや、すごい楽です。これがないとやっぱりある程度のこの細さっていうのがあるときつくなっちゃうと思うんですよね。なのでちょっとストレッチが効いてるとは言っても、このサイズ感が大事で、本当こうちょっと一つまみできるぐらいの細さっていうんですかね、そこを基準にしていただいて足首に向かってテーパードしてスリムになっていく、これが大人のデニム選びにとって一番大事なポイントかなと思いますね。はい、これぐらい細いと、はい、靴の組み合わせも結構重要になってくると思うんですけど、はい、どうでしょう。そうですね、靴選びってこれももちろん重要なんですけど、スニーカー、ブーツ、タングツとかいろいろあると思うんですけれど、今回選んだのは黒のスウェードのサイドゴアブーツなんですね。でデニムがブラックで、靴もじゃあ例えばそうですね、色が白かったりとかいうものを選んじゃうとやっぱり 靴とデニムでコントラストがつきすぎちゃうんですね。なのでデニムと同じように、なるべく同じような色のトーンの靴を選ぶことがすごく足を長く見せるコツです。なので今回は黒、ブラックデニムに黒のブーツ、そしてさらにここもポイントなんですけど、デニムと同じような素材感の黒のスウェードを選ぶことによって、なんとなく足元までこうつながって見える。実際に見られてどうですか。すごく足が長く見えるというか、足がかなり長く見えます。もともと長いんですけどね、ノア君はね、長いんですけどさらに足が長く見えるというか、スタイルがよく見えると思います。デニムといっても、じゃあ例えばこういうちょっとスキニーっぽい細身のデニムもあるんですけど、例えばストレートとかワイドとか、やっぱりいっぱいいろんなこうデニムの形があると思うんですが、やっぱり自分の足の細さ、自分の足の細さの基準値を一回捉えてから、ちょっとこうゆったりしたりとか少しワイドにしたりとかっていうことがやった方が多分一番いいと思うんですね。はい、なので今回は基準値なので、一番ノア君をかっこよく見えるようなデニムのラインにしてます。はい、
となると全体のコーディネートとしてはどういうポイントがありますでしょうか。そうですね、やっぱデニムに似合うのは、まあ、いろんなものもあるんですけれど、基本何でも似合うと思っていただいていいんですけれど、個人的にはやっぱり一番の基準値っていうのは T シャツかなと思ってるので、こういう白の T シャツ、まあ、今僕も着てるんですけど、白の T シャツ、まあ、形は丸か V か、もしくは黒の T シャツの丸か V かがあれば大人はいいんじゃないかなと思います。で今回合わせたのはジャケット。そうですね、これもやっぱり例えばレストランに行く機会とかディナーがあったりとか、まあ、ある程度ジャケットがあればどこに行っても通用するっていう部分があるので、今回はジャケットを選んでます。でジャケットも少しですね、まあ、デニムは割と細身なのでちょっとラペルが細いモード感のあるジャケットを選んでます。これはまあドットテーラーというところのやつなんですけど、肩パッドが薄く入っていてラペルが細くてで2ボタンです。かなりモダンな印象の、ジャケット選びっていうところがポイントです。こういうジャケットを選ぶことによってこの細身のデニムと合ってきます。ちょっと手を出してもらっていいですか。丈もね少し短いんですね、まあ、彼はもともとスタイルがいいっていうのもあるんですけど、少し着丈が短く感じられると思いますね、はい、黒それから白、これがグレーだったとしてもほぼ黒ですね。まあ、大体2色とか3色でコーディネートするとかっこよくなると思います。間違いないと。間違いないと思いますね。あとはこれだけシンプルなスタイルなんで、大人のスタイルだったら、まあ、ある程度ちょっと腕時計だったりとか、ちょっとこの胸元のジュエリーだったり、まあ、ジュエリー見せなくてもいいと思うんですけど、こういうところに大人っぽいものを、まあ、上質なものを選ぶとスタイルがグレードアップすると思いますね、はい、それによってダメージっていうのもスタイリッシュに見えてくる。そうですね、時計してなかったりとか、時計がちょっとすごいカジュアルな時計だったりするとやっぱり子供っぽく見えちゃうんですけど、今回はエメラールという時計を選んでるんですね、まあ、こういう黒の、まあ、ストラップで、ちょっとこれクロノグラフなんですけど4つのこういうのをしてるとちょっと大人っぽいかなと思いますね。でネックレスもちょっと見ていただくと実はちょっとダイヤモンドだったりするんで、まあ、こういうところで大人っぽさが効いてくると思います。全体見るとシンプルなんですけどね、シンプルなんですけど、まあ、要所要所がいいものを選ぶことによって、大人のスタイルがこう格上げされるというかグレードアップされると思います、はい、その中でちょっと異色かなと思って気になったのがウォレットチェーンなんですけど、はい、これどういう狙いが。いやもうこれもチラッとですね、チラリズムっていうところと、あとはここは物との考え方なんですけれど、やっぱりいいものを選んで長く使うっていうところが大人の男としてかっこいい部分じゃないかなと思うので、これはクロムハーツの、まあ、ウォレットチェーンなんですね。そしてちょっと出してもらってもいいですか。お財布もこれも何十年って使っているような財布なんですけど、こういうのをやっぱり持ってたりするとなんかこう自分のなんていうんですか、愛着っていうんですかねが感じられて、なんかいいものを長く使ってるってやっぱ大人の男としてはかっこいい部分だと思うんですね。そういうのを感じられるのでわざとちょっと入れてます。でもあんまり見えすぎるとかっこよくないんで、本当にジャケットの裾からチラッと見えるぐらいがポイントですかね。でこのネックレスも本当はあんまり見せるのかっこよくないんで、もう普段はこう隠しておいていただいて、まあ、好きな女性と一緒にいるときとか奥様とかパートナーとかいるときにチラッと見えるぐらいがかっこいいんじゃないかなと思いますね、はい、今デニムの正解例を教えていただきましたけど、はい、逆にこれだけはやっちゃいけないよっていう NG 例をちょっと教えてください。そうですね、まあ、男のスタイルはカジュアルなスタイルにとっては基本ルールっていうのはないんですよね。でスーツの着こなしっていうのはやっぱりルールがあるので、これはいいこれはダメっていうのがあるんですけど、まあ、基本カジュアルなスタイルはルールがないので本当に自由に皆さん着ていただいていいんですが、僕がやらない、まあ、個人的にやらないのはこれにものすごい太いデニムを履いたりとかっていうスタイルはしないです。あとはホワイトジーンズもこのスタイルではあんまりやらないかもしれませんね。それはなぜですか。なぜかっていうとジャケット脱いだ時に白と白になっちゃって、もうなんかお笑いの方みたいになる、名前は出さないですけどに見えちゃったりするんで、あんまり白く抜けちゃうようなことはしないですね。なのでホワイトデニムは履かないですかね、はい、逆にこれがもしブルーデニムだったパターンでもかっこよく履ける方法はありますか。ブルーでもいいと思いますね。やっぱりそれをやっぱりそうですね、先ほどお話申し上げたように同じようなこういう細いシルエット、自分の足に沿っていくようなラインを選ぶっていうことと、あとクラッシュもそこまでやってない、もう入ったとしてもスリットが1つか2つ入るぐらいのクラッシュぐらいまでとどめておくのがいいんじゃないかなと思います、はい、あとはデニムの裾が長い場合、
ここの味が出てる分って非常に大事なんですね。これは残しておくか、まあ、もしくは足がちょっと自分よりもデニムが長いっていう場合はもう思い切って切っちゃう、バーって切っちゃってもう洗濯機に入れてほどいちゃってほつれたまんまにしとくぐらいでもワイルドでかっこいいと思いますね。今履いていただいているのが、はい、これ、そうですね、イカイのパナテラっていう、やっぱこうスキニータイプですね、イカイの中でも、はい、これ以外にちょっとおすすめのものっていうのは、おすすめのもの、はい、一応ね今日持ってきました、これも今すごく人気のデニムなんですけど、 PT トリノっていう、まあ、イタリアのブランドですね、はい、こういう感じです。これも同じような本当に色味が黒からグレーに近いような、まあ、ちょっとこの辺がね色落ちがちょっとかかってますけど、ブラックデニムです。これもちょっとストレッチが入ってて、ちょっと触ってみますか。わあ、すごい。このぐらいだったら履きやすいですよね。履きやすいですね、うん、すごいな、履きやすい。でこれがストレッチがバンバン入りすぎちゃうと女性のデニムっぽくなっちゃうんですよ。なのでメンズはもう本当 2-3% のストレッチ加減がいいんじゃないかなと思いますね。いわゆるコットン97%、8%に対してポリウレタンが 2%、はい、3% ぐらいがベストと。そのぐらいがいいんじゃないかなと思います。なるほどですね、はい、あとはいろんな刺繍とかこの辺に後ろとか入っちゃってるものもあるんですけど、大人のデニム選びは極力省いてシンプルなものを選んだ方がいいと思いますね、はい、そこがポイントですね、はい、あともう一本今日用意したのは、僕が今履いてる同じブランドですね、イカイとか PT トリノではないんですけど、マインデニムって言ってスタイリストの野口剛さんが手掛けてるデニムのブランドなんですけど、これはもう本当に形がすごく綺麗で足もですねすごく長く見えるようなシルエットになってます、はい、スーパースリムっていうシルエットですかね、うん、でこれはちょっと今のノア君が着てるジャケットよりは少しまあそうですね浅いぐらいなんですけど、濃くするとちょっとセットアップみたいになりますよね、はい、薄くするとジャケット&デニムで、黒にすると、まあ、もうちょっとセットアップっぽくなるんじゃないかなと思います、ね、まあ、いずれにしても真っ黒でもいいですし、落ちてこのぐらい、そしてさらに落ちてこのぐらいまでがブラックデニムのいい色落ちなんじゃないかなと思います、はい、ものすごくもうちょっと落ちてものすごいライトグレーになってくるとどうですかね。それは、季節を上げるといいと思うんですね、はい、なのでもう本当に夏のシーズンとかだったら白い朝のシャツに薄いちょっと色のグレーのデニムとかだったら相性はいいと思います、はい、なるほどですね、分かりました、ありがとうございます。はい、ということで第1回目いかがだったでしょうか、スタクリ第1回目の格言は男のデニムは黒、自分の足の形に合ったものを選ぶべし、もっと詳しく、この内容を知りたいという方はですね、ぜひフォルツァスタイルの紙面の方、ウェブの方を開いていただくと、きれいにですね特集を組んでおりますので、そちらをご覧になっていただければと思います、ということでまた皆さんご覧になってください。高評価とチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。ということでまたお会いしましょう。この辺で。